こうやってやってるだけでもうああみたいな感じで。ベースの脇いたらアウトできない。頑張れ頑張れ。足速いからさ、本当に本当前で取らなきゃアウト。そうそう、プレッシャー感じるわ。凍ってるやつってさ、コンビニで売ってるやつ意外に持つよね。俺の半分の凍ってるやつあったら買っちゃうちだもん。下手にさ、ジュースガバガバ買うよ、これの方が持つよ。でも味が、うちの会社これがいいですよってさ、味がどん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 薄くなるよ。氷分だけ中にあってさ、そのなんか原液みたいのがさ、そうそうそう、どんどん取れちゃうからさ。でさ、あ、そうね、振ればいい。炎天下の外の作業とか、これはね、おしゃれだろ、ドンジェリー。最初飲まないでこうやってずっとこうやって体になってるよね。溶けたやつは飲む。誰にも言ってないでしょ。これからレバーかやられたことない。そうなの。工事コーナーとかでシュークリームかけとドライアイス。今ドライアイスがないよ。保冷剤だ。昔ドライアイスだったから家帰ってお湯入れてこう霧になるんだよ。楽しみ。工事コーナーって聞かれないのか聞かれないけど何時間移動するかとか帰りまで行くみたいな。あ、そうなんだ。コージーコーナーのシュークリームって120円ぐらい。前のなんだっけ、B 級品買うってやつ、50円ぐらい。あれは完全に高校野球やってたやつだよ。ねセブンイレブンのシュークリームもスマッチ、ね、コンビニのシュークリームも女の子じゃないからね。さあ、塚君頼むよ、1点返しこう。おっしゃ、ナイストップ走っていいよ。さあ、この回だ、この回ノーアウトね、ノーアウト。さあ、行こう。ノーアウト行ってね。さあ、ここはもう打ってくんないと風が全部レフト行ってるよ。そうそう、風がレフト行ってるよ。もう狙っていいよ、狙って。サード行くぞ、サード。さあ、どうですね。ちょっとサードゴロ行くぞ。サードそんなとこじゃ殺されるぞ。さあ、この回1点2点返してこいよ。サード後ろ行かないと殺されるぞ今日は。おっしゃ、ゴー、よし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 。もう一個いい。ノーいやいや、ストップないな。いいね。ないな。氷出してたわ。結果パスで。さあ、この回返してこい。まだ時間あるよ。この回2点3点返しわかんねえな。はい、バックね。そんなにチャンスはないから1点5点返さないと。あー、この回だね。小田さん先週来るかと思って、試合飯なんか来るとかだった行こうかなと思ったけど、なんかでも車運転するのは大変だからやめた。本当にサードゴロ来てる。あ、長いな。はい、じゃあ反射神経がいいね。打球がすぐ動いてるね。反応する反応。米の出方がこのおじさんたちと全然違うね、これ。そうか、見てる間に一歩出てるから。おじさんと比べちゃう。あー、またサードゴロか。ちょっとほら、バカにされてるよ、早急でバカにされてるよ。先生、もうすぐこのピッチャーだったら、なんか左の方がいいかもしれない。いや、僕もね、そう思ったら、なんかね、左の方が打ちやすそう。先生の最初のさ、次俺、右で打ってみるからさ、なんかね、その前のタイミングがね、なんか泳いでたよ。そういうタイミングが合ってないよね。おい、どこってね、打ち面白い。すごいね、後ろにこねくり回した。惜しい。打点のチャンスだったのに。残念。さあ、まだワンアウトだよ。ワンアウトね。まだまだこれから。ボールは当たるから当てるもんね。そうそう。ナイスナイス。気をつけよ、そのボール。
競馬と一緒だよ。真ん中にするから。真ん中の変化球は真ん中から低めの変化球が全部ボールになるんだよ。引っ掛ける。マジか。マジかに当たっちゃう。ありゃー！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 ワンバン。おー、うまいなー。よく取ったね、今。引っかかっちゃった。1点返そうで、1点。おー、いいバッター来た。あれ、いいしかないね。とりあえず1点欲しいな。うん、1点入りそうだ。来週はまだ、うん、来週はお休みしようか。ちょっと冷静に前半なきゃ。来週は無理、来週は来ない。打ってない俺が言うのもなんだけど。あれ今日4番誰？4番鈴木さん？あ、そうだ。5番ね。5番ですか。頼むよ5番。来週8時。来週8時。殺しに行く感じだよね。念を取るタイミングがすばじく早いよ。10代だ。慣れてる。今のキャッチャーフライを取れなくて悔しがってると恐ろしいね。すごいよね。だって3回ぐらい取ってたの。あんなの絶対取れない。なのに勝ったんだよ。勝ったんだ選手。おお、ナイスマッチ。おお、これもいいね。1点入ったよ。なんだライト。さすが小原さん。3つ。いや、いきないね、もう。セカンド止まった方がいい、セカンド止まった方がいい。マジセカンド止まった方がいい。あれ、足痛いの？ちょっとね、あの、うん、小原さん、ダメなんだね、足が。ああ、足痛いんだ、なんか、こんな感じ。ナイバッチ！ナイバッチ！ナイバッチ！いいね。さすがクリーンアップ。ナイラン。スッキーナイラン。さすがもう。いいね。素晴らしいね。ユニフォーム着てない人がやっぱり活躍する。本当だな。スケットだねもう。じゃあ俺も脱ごうから。このユニフォームやめよう。え？このユニフォーム変える？変える？そういう問題じゃない。黒に合わせる？見慣れてる。そうするか。そうするか。あれみたいな。もう一チームできてる。みんなスケットだ。なあ、キキちゃん。純粋なレッドボックス頑張れ俺な。ちょっとあれだな、ユニフォーム黒くしてこう強そうな感じですか。そうするか。いいよ、何やってもいいよ。黒はほら、痩せて見えるかな。限度があるでしょ。いや、気持ちの問題。鏡に映る自分がほっそり見える。鏡をこう、こういう鏡になるやつね。顔もほっそりしてる。臭いのは打ってね、臭いのは。低めは気をつけて、低め。ゴーおすげえ、大根切り。ホームランか、ホームランか。入った入った。ホームラン入った。ホームラン入った。柵越え、柵越え。交通柵越えだよ。初めて見た。初めて見た。すげえ、柵越え。すげえ。こんなのあるんだな、パワーが。こんなのあるの。タグでよ。タグでよ。すげえ。タグあるんだな。ありがとうございました。あるね。すげえ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これだよ。すごいじゃん。ポキちゃん、ポキちゃん。取れてた、取れてた。お母さん取れてた。取れた。ああ、ありがとうございます。取れてない。今の取れてない。打った。なんてこった。打った瞬間だけ。すげえ。あんた忘れちゃったよ、次。みんなで息止まってましたからね。嘘だ。帽子帽子。だってキャッチャー構えてるとここだからね。あれ帽子。ここ来たのここ。大根すごいよね。超大根切り。大根切り。明日買ったわ、結果的に。よし、見習おう、大根切り。みんな大根切りだ、今日から。すげえな。すげえな。一気に2点差。すげえ。鈴木さん見てるじゃん。すごい。すごいね。ありがとうございます。試合分かんなくなっちゃったよ。やったじゃん。すごい。あれ今のね。3点入った。3点。